ありがとうございます。あの、鎌倉のソーセージと、あの黒まんじゅう、また黒肉まん出ちゃいました。なんかもう、すいません、どうもありがとうございます。これ鎌倉の、あー出た、チンコ、あ、すいません、ありがとうございます。こういう、すぐ質問ネタなんで私はね、ありがとうございます。じゃあ、骨材も一応入ってるんで、あ、そうです、ありがとうございます、ありがとうございました。わーい、こんなにもらっちゃったよ。じゃあ準備しましょう。はい、じゃあ、よろしくお願いします。これ、くず餅の根っこで作るんだけどさ、でんぷんで、これの、この芽は天ぷらで、まあ、美味しいですよ。へぇ、すごい。あと、今その辺に生えてるけど、木に生えてる、ハリエンジュって言って、これ街路樹とかに回ってある白い藤みたいな、はいはい、あれは花を天ぷらにしたり、はい、あと、ちょっと開いた花を茹でておひたしにすると、結構美味しいですよ。なんか、商売系の姉ちゃんの匂いがするから、いい匂いするからさ、なんか水商売の姉ちゃんが食ってるみたいで、本当だよ、本当だぞ、嘘じゃねえんだから俺、大好き。それにこの、うん、枝とかなんか焼酎につけてなんかするとなんか薬草になるんだよね、うん、匂いしないでしょ。匂いしないです、ね、でこれ芽は積んで天ぷらとかで食べられるって言うんだけど、この前なんか河原で待って釣り大会やった時食べてみたけど、はい、全然味がしなかった。まあそんなもんだよね。まあポンポンって抜いて、まあ、皮も食べても大丈夫なんだけど、まあ皮はちょっと硬いから硬いからって言って、で中身だけかけるとカリカリしてて、で本当にね、マジでね、これはね、別に野草とかなんとかっていうんじゃなくて、子供のまあ昔、ものがない時のおやつとかっていうのを食べて、へえ、これタンポポな、さっき言ってたタンポポだけど、これもう西洋タンポポでしょ。これガクが、ガクがほらこれ、ね、反り返っちゃうやつね、下に、ここの部分がね、下に反り返っちゃうやつは西洋タンポポ。これがこう反り返らないの、関東タンポポっていうの。少なくなっちゃってるんだよね、もう交雑しちゃうから、みんな。食べれるって書いてありました、この本に。食べれるよね、はい、毒はないと思うよ、生で食うと。ホタマジャクシ食べれるって書いてありました、この本に。食べれるよね、はい、毒はない。ホタマジャクシ食べれるって書いてありました、この本に。食べれるよね、はい、毒はない。ホタマジャクシ食べれるって書いてありました、この本に。食べれるよね、はい、毒はない。存在してたんですけど、食べたことないんで、ちょっと今日食べてみたいと思います。どんな味がするんでしょうか。入ってますか。変わらず。それとこれ。変わらに入ってますよ。都会の公園にだって入ってます。他にも取れたんで。そんな数は多くないんで、数は多くないんで、一輪食べてみたいと思います。はい、栄養がないと一輪で、栄養があると結構でかくて高くて花も多くなる。この花があれば、じゃじゃん。
それとそれがなんかファイヤーケトルとか言って、はい、ストロマックスなんか初めて使うんだけど、このフェリーケトルっていうのは一番老舗でもって、はい、アイルランドのすごい有名なやつだけど、それのなんかそのマネコ版で、ただこっちの方がなんかいろいろ優れてる部分もありますね、後発だからね。それこの上じゃ無理だろうけど、これがファイヤーケトルってフェリーケトルのなんちゃって版だけど、優れてるところはここに取っ手がついてるんです。取っ手がついてるからとっても便利ね。あーやったぜー、大爆笑だ。よかったよ、こんなことってめったにねえよ。これお湯はこのままここに入れて、それでこれ膝らでこの膝らをここにこうピャーっと置いて、ここになんか草の枝とか松ぼっくりとか入れてパコって乗っけて、ここに入れるんですよ。ここに枝入れて、そこを煙突効果でこのところから熱がこの中に伝わってここからバーッと、だからお湯の量は大きさに比例してそんなに多くないです。これ 500cc でも3分ぐらいで沸くの。そう、これ結構有名。ここで火使って、そう、今日これもちょっとやってみようと思って。外側のとこでこれ入れて、これ案件ですかね。自分で買ったんだよ、これ。自分で買ったんだよ。なんかすごいいいなと思って自分で買ったんですよ。バーベキューとかもここから火つけるとすごい早いですよ。あ、そうですよね。杉の葉っぱすごい、葉っぱってすごいね、火がつきやすいんですよね。そう、ライトする。このぐらいでいいんじゃないかな。はい、これ火つけるんだよね。だからもうこれ蓋をしちゃっても大丈夫なんだ。あ、もうなんかついてる、ほら、ついてる。おお、すごい。火つくの早い。火つくすげえ、ものすごい。上にね、こうね、どんどん入れるの。これはいくらぐらいなんですか。これはね、でもね、結構ね、値段高いよね、なんかね、輸入品だからね。1万円はしなかったよね、でも1万ぐらいかな。もうちょっと安くてもいいんだけどね。国産で作ればもっと安いんだろうけど、こういうのってね、得てして、ほら、外国製のやつは高いなと思ってね。ヘリーケトルなんか結構いい値段するんだよ。俺持ってるやつ 1.6 リッターとか、キャンプでこの前使ったのが、はい、もっと大きい。欠点はあと大きいことだね。とにかく大きいですよ、これ。500cc の割にもっとちっちゃくてしてくれりゃいいんだけど、うん、まあこの構造だからちっちゃくならないっていうのはあるんだろうけど、なんか燃えてる？燃えてるよね。燃えてます。燃えてる、ね、燃えてる。あ、煙がすごい。なんだこれ、なんか、すごい。なんか川崎の工場の煙突みたい。なんかこう火遊びするともう本当に悪さっていうか、ね、止まらなくなるのが、またこれが中学生のとこなんだけど。なんか水分があるからかな。あ、でもほら、もうボコボコ落としてきたよ。ほら、もう開けてますよ。ほらすげえな。ほら、なんかボコボコ音がしてね。2分ぐらいですか今。そうだね、そんなもんじゃないかな。3分で湧くとかよく言ってるけどね、実際3分で湧くのかな。野草茹でるときはね、水から入れちゃダメなのね、はい、沸騰したお湯に入れないと煮すぎちゃうから、煮すぎちゃうともう全然美味しくないんで、はい、だから沸騰したお湯に入れた方がいいんで、だから本当はこれに直接水入れて沸騰させればいいんだけど、今回これがあるからお湯にしてからここにかけて、それでさらにこの上に乗っけて、ちょっとだけ30秒か1分ぐらい、もう再沸騰したらそれでもう終わりって感じにすればいいと思います。ほら、もうなんかジョコポチョ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 って言ってる。じゃあザル分を用意しよう。ザル、沸騰してますね。大きい。やばい漏らしてる漏らしてるよ。おい、じゃあこれパ
パワーって言って、なんかほらこの下に火弾がついてるやつで、はい、熱効率ってやつなんですよ。最近の検討隊もこうなんか熱効率のことを考えるようになってきて、省エネ、省エネっていうかね、同じエネルギーを使うならちょっとにしようみたいなさ、はい、そういう流れなんですよ。それは案件ですか、隊長？案件じゃないですよ。案件じゃないけど、まあ、せめてエネルギー使うのは俺の喋りだけにしとけみたいなさ、そういうことなんだよね。まあ、その分いっぱい喋ろうみたいな。はい、じゃあこれで、これをこう、どこそっちの方に持ってって、この人は、ここだけ、ちょっと捨ててましょう。こう、あー、ほら、あー、緑色の、これ、ほら、できた、できた。まだ暑いから、ちょっと冷めてからな、冷めるまでこの余熱でザルに焼けとくと、あの水切れますから、絞ってもいいんだけどね、うん、思いっきりこうギャーッと絞っても、でもまあこうしておけば余熱で水分かなり取れて食えるようになります。じゃああちらの食会場の方に行きましょう。いいか、喧嘩しないように食べるように。いいな、とにかく貧乏なんだよ。何言ってんの、貧乏だから貧乏で耐えなきゃいけないんだよ、わかるな。じゃあ行きました。それでは皆様、ね、これで決まりの、まあ、今日私は検探隊の動画になるんで、ね、あの決まりの言葉を言います、はい、行かせていただきます。それでは皆様、食ってみましょう。よっしゃー、食うぞー。どれ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 、ありがとうございます。ちょちょちょ、まあ、責任払いで俺だ、はい、うん、醤油の味だ。醤油ですか。この葉っぱいや、美味しい。うまい、うまい。これがね、ほうれん草のような、ほうれん草、そうだね。でもほうれん草よりちょっとアクが強くないですか。うんうん、美味しい。食えるよ普通に、貧乏草。うん、風味もいいでしょ。いいですね。まあいいでしょ、ほうれん草食えるでしょ。まあね、食えるでしょ。食える、ほら食える。やった、よかった、よかった。美味しい、美味しい、美味しい、美味しいって言ってる、美味しいって言ってる、美味しい。うまい、や、美味しいよ、本当に。よかった、よかった。お酒のつまみにもなりますね。なります、なります。うまい、うまい、うまい。いただきます。父ちゃん、おかわりいいのかい？いいよ。どんどん食べな。そこらに生えてる。そこらに生えてる。見てて、いくらでも取ってあげるから、どんどん食べな。もりもりを食べ。まあ、座って食ってくださいよ。はい、いただきます。ちょっと雨が降りそうなんで、この辺でやめにしたいと思います。